おい、やってねえ。おお、こいつ。うますぎるんだけど、俺爆死でやってるけど。波動拳。は？お前なんでここに来た？おい、ちょっと真面目にやんなきゃいけないのか俺は。いいのか、つまんねえことになっても。ええんか、こういうことになっちまうぞ。うわあ、やることねえだろう、やることねえだろう。攻撃もしないぞ、しないぞ。攻めんぞ。おわ、攻撃攻めはしない。おわおわおわ、ほとほと大丈夫。ちょっと早かったかな、ちょっと今のは早い昇竜が早かったかな。おわ、灼熱が来るよ今度。へいへいへい、おわっ、へいへいへい、へカモン。おお、いいね、分かってきた。攻めるふりして、攻めない、攻めるふりして、おい攻める。波動拳、オワーですよ。攻め手がちょっとよく分かってない感じですかね。なかなか、まあ、やっぱね、あんまり対策できてないっぽいですよ。いい感じです。あんまりね、置き詰めの機会もなかった。バイソンでここから、まあ、試合を追っていくごとに、まあ、俺もこの人に合わせてちょっとレベル合わせてくださいまだね、波動拳と中足くらいしかあんまやってなかった。あ、これはこの PP 大事やんないですね。ステップやるとこういうことになってる。波動拳、コンボが全くできないんだけどコンボが全くできないんだけど、いいですか。じゃあ教えるのはこの後リプレイチャンネル。まずは普通に、いいじゃないですか。フォアからのダイヤキ、足払い、おわ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 、よっしゃフ待って、苦しいのはこの3試合だけ。大丈夫、アマキャンはですね、あえて やんないです。できるんですけど、あえてやらない感じで。苦しいだろ、苦しいの分かってる分かってる、全然分かってるから。でもね、この後リプレイチャンネル見たら、あら不思議、世界変わって見えるよ。大丈夫だから、苦しいの今だけ。
まずダストに困るんですよね。あ、いいね。いいね。お、投げられてのバイソンというかこのコパンね。ハドッ、いいね。エミリオ仕込んでる。いいっす。セービングをうまくようになってきましたよ。そうなったらバイソン側こういうことをしますんで、しますんで画面端行ったらオアですよ。これですよ。これもんですわ。へい、いいっすね。ですよ。こういうことです。じゃあリプレイチャンネル行きましょうか。大体分かりました。分かったよ君のこと。ありがとうございます。さーてリプレイチャンネルの方に行って、こちらの方で、ね、まあえてそのすごいね、なんていうんですか、同じことしかやらないようなプレイをしましたんで、バトルで非常にね、やっぱね、で困ってたのはやっぱ2試合目からなんで、2、3でいきましょうか。あ、2、3で。泣いちゃダメだよ。全部愛情だから。愛情、愛情。必死にあなたのことを分からおうとしたから。相手今ゲオ言ったよとか言って本当にマジ。いや、ここでスロー再生、スロー再生。一応これアタックデータを見てみようか。アタックデータいらんのか。キーです、キーです。まずね、このユリトラさんのやることといえば、まずこの距離で波動拳打ってるんだけども、さすがにその僕も波動拳打たれそうな時はあまりダスト打たないので、そういう時はとりあえず波動拳打ちましょう。波動拳打ってから相手の対応を見て、でこれ今波動拳打ってからステップを決め打ってるわけですよ。でそれに対して俺は波動拳を見てからジャンプをしてるので、ステップにジャンプ攻撃がかかってしまってるんです。それはどうすればいいのかっていうと、波動拳を打ってから前を歩いて昇竜拳で対空できるんで、それで対応できます。さあ、そして結構画面端に追い詰められて結構苦しい状態、結構やること厳しいですよね。こういう時何やるのかっていうと、もう相手っていうか、まあ俺の動きを見てみるとダストが多いんで、セービングを巻きましょう。もしくはバックジャンプ、バックジャンプをやると、まあセービングもしくはバックジャンプやると、こっちの向かってにはダストを打てなくなるので波動拳が出ます。そういうところを考えると結構そのやることができてくるので、その2つの選択肢をちゃんとばらまいて、そのなんていうか、そのダストに対してリスクを負わせるというやり方ですね。まあ、今のもあれですね、波動を打ってから前捨てしたらステップに対してかくってしまったと。まあ、置き攻めはなんやかんやはあんまりバイソンは崩しが強くないんで、結構ずずしくっていうか、結構安心してガードし、足払いをね結構もらってしまってる印象があるんで、後ろ歩きもいいんですけど、そうですね、まあ、セービングばらまくとか、もしくはしゃがみガードをやると結構いいんじゃないですか。今のはマイナス5フレームはあるので足払いが隠ります。セービングとかに対してダストを打つと、その相手がセービングを巻くようになってくるので、そうなってくるとこっちもそのスマッシュを打たざるを得なくなってくるんですよね。でそうなってきたらガードして足払いが確定なので、まあ、そうすれば結構リターン取れるし、
いいと思いますよ。そのなんですか、スマッシュを打たせるような立ち回りをすればいいということですよね。さあそしてじゃあ次の試合、まあっていうことを踏まえつつ、まあ今の試合で見た限りで気づいたことはそれですね。そのダストに対してバックジャンプもしくはセービング、まあ途中からセービングやろうとはしてたんですけど、あのダストが来たのを見てから離すっていう練習をすると結構いいと思いますよ。あの結果的にスマッシュだったとしてもそれはもう見切ることができないので、相手の、まあ、読み負けとして考えてダストに対して確実に取ってから離せるように、そういうことがなれる、あのそういうことができるようになればわりかしそのダストに対してリスクを負わせられるんで、そうです。これもうバックステップしちゃってるんでもったいないですね。セービング振るのであればちゃんとダストが来るまでちゃんと待たないとダメですね、まあ、もしくはあの足払いとかあのダッシュアッパーとかまあいろいろあるんですけど、まあ、そういう系取ってからちゃんと離す、まあ、これエミリオうまいです。しっかりやった。でコパンの暴れがうざいと思うんですけど、コパンの暴れをどうするかっていうのは、一番、まあ、セオリーは投げです。投げと打撃は同時フレームで投げが勝つので結構投げの方が崩しやすいんですよね。昇竜とかもいいんですけど、まあ、投げそういうゲージを使いたくないときは投げで崩します。コパンから投げとか重ね投げとか、そうすると EX ダストとかそういうのにも勝てるんで便利です。ただそのリスクとしては EX あのヘッドとかやられたときに負けてしまう。一応そのリスクだけはしょうがない。そこで EX ヘッドを相手がやってきた場合はもうしょうがないという割り切る感じですね。でリバーサルのダストだけは、セービングクラッシュなのでそこだけは注意してください。リバサで相手が打てる状況は一応そこは警戒して中足を置いとくとかしとけば相手がリバサで打つことができないので警戒ですね。このゲームはリバサの必殺技は